はい、こんにちは、はい、今日は、ケバブをちょっと買ってきたんで、ケバブをちょっと食べてみたいと思います。ケバブっていうのは体験したことないのに、なんか体験したことのあるかのような感覚を陥ることですね。で、これ買ってきました。これケバブですね、ケバブ。これこのケバブっていうのはトルコ料理でラム肉を使った料理のことを言うんですけど、今はなんか鶏肉と牛肉がメインで、メインっていうかメジャーでなんか使われてるみたいですね。で、肉って言ったら羊、まあ、ラム肉は羊の肉なんですけど、羊の肉と鶏肉と牛肉と豚肉があるんですけど、でトルコ料理のトルコの方は宗教上の理由で豚肉は使われないっていうことなんですよね。それで豚肉だけはケバブに使われてないっていうことなんですよ。じゃあ早速ですけど、ケバブを食べていきたいと思います。これね、買ってきた、これワンコインで買えたんですよね。これケバブワンコインというと1円や10円、5円。食べます。今回のやつはこれ鶏の胸、もも肉を使ってみたいですね。それで食べていきたいと思います。よくわかんない、もう一個わかんないで食べていきたいと思います。これなんかソース辛口がついてるから、これつけていきたいと思います。なんか味付けは様々なんですけど、まあ、ケバブのこの肉汁もすごくて、なんかソース、辛口系のソースがあるのかな。で、結構辛口系のソースつけるのが美味しい感じがしますね。で、食感は柔らかめで、なんか口の中に入れたらなんかじわーっと溶けていく感じ、チョコレートみたいな感じかな。で、溶けてって、チョコレート、生チョコみたいな感じかな、感じで溶けてって、で、まあ、しょっぱくもないし、ちょうどいいぐらいかな。で、なんか、何か、多分お酒のつまみとかに合うような感じかな。あとはなんか、カレーとか、そういうのと一緒に食べても合うかもしれないですね。キャベツも入ってたんで、これ食べ、ちょっと味付いてるんで食べてみたいと思います。中に入ってるキャベツもなんか肉汁とかに、味がついて、なんか結構美味しいですね。美味しい感じで、なんて言うんだろう、ドレッシングとかかけたような感じで食べれる。まあとりあえず美味しいです。あとチーズもかかってね、チーズもなんかちょっと合うかもしれないですね。かなりちょっとじゃないわ、かなり合う。で、今回買って食べてるのは鶏の胸肉、こちらはもも肉なんですけど、なんか他にもあるみたいなんで、もしなんか今後探してあったら買って、また今回見て動画撮りたいと思います。今回食事食べる系はちょっと初めてなんで、今日はこの辺でちょっと失礼したいと思います。以上です。